さんこんにちは、本日はグリーン周りの、アプローチで、きれいに、しっかりと思ったボールを打つためのアドレスを作っていきましょう。このグリーン周りではボールを飛ばす必要がないってことをまずは頭に置いてください。ボールを飛ばさなくていいということは、遠くに飛ばす必要がないということは、体重移動というのは必要ありません。またスイング軸のブレというのが命取りになってきます。なのでまずは体重移動がいらないスイング軸を動かしたくないというところから、スタンスの幅は狭く閉じていきます。かかとを揃えた形で作っていきます。そこで体を少し動かしやすいように、左足のつま先を左に開いていきます。少しだけ左に開きます。このようにすることで少しオープンスタンスになっている形が作られます。しっかりと、かかとは大きく開けないように、少し閉じる程度の、くっつかなくても結構ですが、少し閉じている感覚を作ってください。ここで膝の形はしっかりとくっつける、右の膝を左の方に寄せてくっつけるようにしてください。で、膝は全体的に左側に流すような形で構えていきます。頭の位置はボールの上、中心軸の真上にいるように意識をして作ります。膝を流すからといって体がこのように流れてしまえばバランスを取ることができませんので、頭の位置は体の真ん中、膝は少し流している形、腰も少し開いている状態を作ってアドレスを作ります。また飛ばさなくていいので、グリップは短く握ります。このような形になります。正面から見ているとくの字になった形、体がくの字になっている形でアドレスをするのが正しい形になってきます。このようにすることで体重移動も行われないので、インパクトの形をアドレスで作っている形、ここに戻せば綺麗にインパクトをすることができます。小さい形からこのまま体を捻転する。ここで膝をくっつけている右の足が前に出ないようにしっかりと最後までくっつけているような意識でくるっと回っていきます。このようにすることで手先の動きも抑えられ、またスイング軸のブレっていうのが少なくなりますので、成功確率が格段にアップします。グリーン周りのアドレス、先ほどレッスンさせていただいた形になっているか鏡でチェックしながら一度作ってみてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。